片野市は大阪府の北川地地域に位置するし、本校では市政前の名称である片野町についても述べる。市民憲章は Y 一文字。一帯は郊外住宅地と田園地帯が混在する。以前は条例により建築が高さ制限されており、4階建て以上の建物がなかったが、現在は撤廃され、マンション建設が盛ん。 1995年あたりまでパチンコ店が一軒もなかった市でもある。市役所及び市街地が隣接する平方市の中心部に近いことから、領師間の政治、経済面などにおける交流はかなり盛んである。片野市中心部周辺の空中写真。1985年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。 大阪府の北東に位置する。市の面積の半分を山林が占め、中央を南北に天の川が流れる。近年、JR 東西線、第二京阪道路の開通による、電車、自動車両面での交通利便性の向上と、自然環境の良さから人口が増加。京阪電鉄型の線沿線、第二京阪道路が市を縦断することに伴い、 立ち退きを迫られる市民の代替土地を確保するために、片野市土地開発公社が、近隣の土地を先行して購入していたが、その多くが売却されずに残っており、購入のために借り入れた資金と利息が莫大。国や大阪府からも、土地開発公社の経営健全化を図るよう強い、指導を受けた経緯がある。当時の片野市長の中田人志向は、 あらゆる事業の見直しと正域な企業財政改革を実行して財政健全化に当たるとしており、実際に、片野市財政健全化計画の策定、片野市財政健全化緊急プランの提言、財政健全化推進室の設置、財政健全化推進化を常設するなど、財政再建団体への転落は阻止しなければならないという強い意志のもと、 財政健全化に向けて取り組んでいる。しかしながら、財政健全化推進室は公式 HP 上で財政の見通しについて記しており、それにより、なお、府内で、片野市より財政状況が悪い泉佐野市はすでに早期健全化団体に転落している。片野市は市民説明会を開いたり、情報誌の発行などを通じて市民に財政状況について説明しているが、 こうした危機的状況にもかかわらず、片野市長選や片野市議会議員選挙の投票率は減少傾向にあり、市民の政治、財政に対する関心の低さが伺える。2006年度決算時の財政状況詳細は、片野市議会を参照なお、指定金融機関は、理想のグループに行うによる、臨番制。その高く郵便局に ATM が設置されており、片野、片野富士が、 この各郵便局では、ホリデーサービスを実施。片野市内各区域の郵便番号は、576から 00xx となっている。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、0.05%増の77,686人であり、増減率は、負荷43市町村中20位、72行政区域中38位。 小学校、中学校高等学校大学特別支援学校、現在なし。1993年5月8日に、兵庫県五色町、富山県山田村と、トライアングル有効都市提携を結んでいたが、2005年を、もって、提携を、発展的に解消した。片野市ホームページトライアングル国内、有効都市提携について、川内岩尾線駅は、 河内森駅と300メートルほど離れているが、徒歩4から5分で乗り換え可能で駅到着時に乗り換えの放送が流れる。また、JR 両駅はすべての快速列車が停車する。このほか北東部は片町線、津田駅、南西部は道根屋川公園駅を最寄りとする地区が存在する。京阪バスが運行。市内に京阪バス方の営業所がある。 2012年4月より、ダイレクトエクスプレス自家急遽とこ運行開始。京阪片野線片野市駅及び、西日本旅客鉄道片町線河内岩船駅に、停留所あり。平日、土曜、休日ともに1時間に1本程度の間隔で運行。一般路線バスについては、梅替ランチや、関西総加工港付近などには、路線バスの空白地帯があり、地域の全域で、 路線バスが運行しているわけではない。2012年よりスタートした大会。片野マラソン実行委員会が主催となり2018年4月22日に、片野マラソン2018として新しく生まれ変わったが、近畿圏を中心に全国から5000名を超えるランナーが参加する。コースは1 5トル、3km、1 0トルの3コース。1 0トルマラソンでは、 珍しい行動を使用した大会であり、沿道の途切れない応援が魅力である。またコース上には、片野高等学校、関西総科高等学校の吹奏楽部の演奏などがあり、大会を盛り上げている。スポーツ基本法に基づいて、誰でも気軽に参加できる大会を目指しており、親子参加や小学生から参加できる区分また、障害のあるなしにかかわらず、 スポーツに親しむことができるように、主はようやく筆記者のゲームズメーカーが参加し、会場内の複数の場所で、主はようやく筆記のサポートしている。車椅子ランナーには担当のゲームズメーカーが、お出迎えから会場内の案内、お帰りまでを、マンツーマンサポートを実施している。全体で、約1400人のゲームズメーカーが大会を支え、市内全体で、 ボランティアマインドの情勢を行いながら大会を盛り上げている。ゲームズメーカーには市内高校生や PTA、青少年指導員などの地域の団体や地元、事業者が参加し、様々なエリアに分かれて協力しながら大会運営を行っている。ありがとうございます。